日本の民話、石川、エビの塗り。山村の男が町へ出て宿屋に泊まった。宿屋で大きな伊勢エビがお膳に出たので、女中に、このエビは一体何で塗ったのかね、と尋ねた。女中は、エビは煮れば赤くなりますよ、と言って教えてくれたので、男は、何でも煮れば赤くなるか、と聞くと、煮たら生の時とは色が変わります、と答えた。そこで男は、それでは、あの伏見稲荷の鳥居は何の中に入れて煮たのか、と聞いたので、おかしな人だ。あれは塗ったのです。塗れば何でも色が変わります。塗れば何でも変わるなら、唐辛子はどんな薬を塗ったのかね。女中はとうとう答えることができなかった。